天王洲です。昨日なんだっけ、針をやったら結構軽くなったんですけど、どうもまだですね。飛ぶがごとくいい本ですよね。司馬遼太郎好きです。今日は奥さんも子供も寝静まったので、これから妻とデートです。スーパーでお酒を買います。